無人島にどっちか連れて行くなら、慎吾さん、ゴロさん。まあ慎吾さんかな。慎吾ちゃん、頼りがいありそうだから。ゴロさんとかなんかさ、日陰で休んでそうだよ。ちょっとまずいな、みたいな。慎吾ちゃんの好きなところを3つ教えて。まあ、絵がうまかったりとか、感性、優しいところかな、やっぱり。こう、愛情深い、何に対しても。ゴロさんの好きなところを3つ教えて。ゴロさんの好きなところないですかねって。いやいや、そんなことないんだけど、冗談で言っちゃってんだけど、ね、2人とも褒めるとね、ちょっとさ、照れくさいじゃないですか。